とにかく気を取り直して現状を整理しましょうか。先輩方、我らが抱えた問題は2つ。1つは先ほどクレイジー B の皆さんと話した通り、この関西地域が紛争状態に陥ってるって話だよね。 ES アイドルと地元のアイドルの間で溝が深まってて、対立してお互いに潰し合ってる。ええ、痛ましいことです。夢の先では決闘ばかりしていた我らの場合、どの口で言うという感じですが、でもいくらそんな現状を見過ごせなくても、俺たちには紛争に介入する方法がない。はい、その私からは言いづらいのですが、というか司ちゃん本人の口からは言えないわけだけど、私たちナイツは裏指令によってライブ対決を禁じられてるわ。ああ、そっか。それぞれのユニットのリーダーには指令の他に裏指令が与えられてるんだったよな。おまけにその裏指令の内容は言っちゃダメだし、バレてもダメ。めんどくさ。俺はもうリーダーじゃなくてよかった。重たいだけの肩書きなんかいらん。煩わしいだけ。とにかくそんな裏指令のせいで、俺たちは俺たちのお箱であるデュエルを封じられてる。俺たちはデュエルに、つまりライブ対決に勝ち続けることで成り上がってきたけど、今回はその慣れ親しんだ戦法が使えないってこと。それだけでだいぶ面倒な話だよね。気に食わない奴をデュエルで倒すのが一番手っ取り早いのに。あら、野蛮。問題なのは、この関西地域の現状を鑑みるに、そんな裏指令が俺たちにとっては致命的な足かせになるってこと。今関西地域ではライブ対決が一種のブームになってる。地元紙やネットで特集が組まれてるせいか、関西地域のファンも血気盛んなのか何なのか、結構注目してるみたい。みんなどのユニットが対決に勝つかとか、競馬やプロレスみたいに予想したりして盛り上がってる。紛争だ、ライブ対決だとか言っても、実際に血が流れるわけでもないしね。スポーツを観戦するみたいに割と無邪気に楽しんでる。そういう荒っぽいのは苦手みたいな人は、他のもっと緩い雰囲気の地域の予選会を見に行けばいいんだしね。そのための補助金、旅費とかは申請すれば給付されるし。まあ俺たちアイドル以外はどの地域に移動しようが自由だしね。うん、逆に噂を聞きつけて血の気の多いファンが関西地域に集まってきてたりもするっぽい。関西地域では派手な戦いが見られるぞって。やだわ、みんな血の気が多すぎよね。それもまたどの口で言うのかって話だけど、実際戦う集団として名高い俺たちナイツの参戦はファンには強く望まれてるっぽいよ。とはいえ俺たちは ES ビッグスリーとか呼ばれている強豪だし、特に ES アイドルはナイツと戦っても勝ち目がないって思い込んでくれてる。眠れる獅子って感じだな。でも実際のところ俺たちは逆にライブ対決には絶対に勝てない。ライブ対決を禁じる裏指令のせいで勝負を挑まれた時点で負けたのと同じになるから。ええ、仮に我らが裏指令を無視してライブ対決をした場合、当然普通に対決には勝利するでしょうけど、その後裏指令違反として罰が与えられます。ちなみに興味なくてあんまり覚えてないけどさ、
指令の場合は罰金が取られるらしいけど、裏指令の場合は違反するとどうなるんだっけ？裏指令を与えられた人間によって異なるようですが、基本的にとても大事なものが奪われることになっているようです。私の場合は、まあ、詳しくは明かせませんが、ライブ対決に勝利することで得られる報酬ととても釣り合うようなものではない、重たい罰が与えられるようです。それでも万が一の場合は、私は。何？ブツブツ独り言しないでよね。意見があるならはっきり言う。まあまあ、裏指令も内容がバレたら罰が与えられるって話だし、周防もその辺は詳しく言えないんだろうな。はあ、とにかくそういうことですので、私たちは関西地域で流行しているライブ対決が行えません。うん、自分から挑むのは論外だし、逆によそのユニットから勝負を挑まれるのもまずいんだよな。そうそう、こっちは裏指令があるからライブ対決はできないんだけど、対決を拒否した場合、手持ちの SS リットルの半分を挑戦者に渡す義務がある。不戦敗ってことになるから。